はい、どうもデッシーでございます。ソウル戦記ですね、続きをやってまいりたいと思います。前回ですね、このストーリーのここからね、進めていければと思っていたんですけれども、ちょっと前回ある、その後ね、ちょっと強化をしてたらある部分に気づきまして、ここのまあ連動っていうんですかね、まあ修練の連に度数、ここの画面で経験値をこの霊能剤っていうやつで上げることができるっていうことが分かりまして、ここの緑の霊能剤ショート、緑の霊能剤大、これがね、なんか数百個あったんですね。今もちょっとまだ270と168余ってるんですけれども、これを使うと、ここは経験値なんですね。今全然上がらなかったんですけれども、レベル低い他のメンバーに使ったらガンガンに上がったんですね。でちょっとね、レベルをね、皆さん21、もう劉宗寺さんも上げまして、ジェスカーも上げまして、他のね、まあ待機のメンバーも結構21、20、15、15、まあここの2人15なんですけれども、まあ上げた状態にしました。でそれをね、全部やって、装備とかもね、これ全部強くして、レベル20に最高にして、まあ今もちょっと上げてる途中だったんですけれども、まあ結構上がってきたんで、全部結構上げたんですね。そうしたら、総合力、戦闘能力が91,566ということになりまして、はい。ですので、ちょっと冒険で行けなかったね、逆にこのボス合戦っていうところを行きたいと思います。こっちもね、ナイスバーディーなんでね。で、第1章、調査、制空学園。残りの挑戦回数3回と。もうこれ、左右いるんですけれども、これ、あ、7万ですか。だったら勝てますかね。で、体力24もすごい使えますね。で獲得可能なのがこれだけあると、これも結構大きいんですよね。カードをなんか装備すると、印象ですかね、星さんの時の印象、他の印象を協力を装備するとき少量の経験値をもらえると。これもね、装備品でして、生命力とかを上げる装備となっておりまして、それをそのレベルも、その装備のレベルも上げられると。はい、まあ早速ね、この面やっていきます。これ7万ですね。さて、合戦ってなってますけど、どんな感じなんですかね。いきましょう。ちょっと不安ではあるんですけれども、呼び込み中。お、あ、でも一人ですよこれ。どんぐらい強いんですかね。一人で7万ってことは相当ですよ。累積単価10単以下、無敗対クリア、戦闘勝利と。で、こいつはまあ手下ですよね。不良。先手値も1234になりました。強い。一旦かかって手下を倒すと。あれ？あれ？でも、左翼は弱いんじゃないの？あー、でもそこそこですね。 HP が結構3分の1ぐらい減らされましたね。あ、でもこれは倒せますね。いい声してますね。あー、でも強いですね。やばい、強霊が狙われてる。あー、これはやばいっすね。これもう次、このターンで次相手必殺使ってきますから。あ、でも必殺あれか、回復か。相手はそんな、おっと、ミスったぞ。大丈夫か。超爆発、まあ、相手は普通であれば回復なんで。あ、しかもピヨりましたね。あ、これで倒せますね。ありがとうございます。
7万、まあ単体の攻撃は強いけれども先手を取れればまあ勝てるといった感じですね。オッケーです。お、軽減値312ももらえますね。お、この3つもらえましたね。あ、次はもういけますね。服部かすみですか。受け取ります。じゃあちょっとかすみも、あ、でもここは、あ、そうですね、これやっぱり3回なんですね。その代わりまあ決勝ならぬ勲章が絶対もらえるって感じでしょうか。かすみ行ってみますか。8万ですか。もし、うわー、9万、いけるか。ちょっと行ってみますか。まあ行きましょう。今の感じのだったら多分ね、雑魚の、あ、マジか。洗礼が前に立つパターンのやついけるか。あ、でもいいね、こんな感じでどんどん強くなっていくんですよね。まあ、これをね倒す醍醐味が勝った。大丈夫か。あ、いけるね。あ、そこまで強くはないと。あくまで奥のボスが、うわー強っ、半分以上削られた。これで次攻撃されたら死んじゃいますね。結構鍛えたんですけどやっぱ強いっすね。戦闘力は嘘をつかないですね。これは強論以外 OK。 マックスは出たけれども、うわー、やっぱりマジか。これはやばい。まい、危ない。あ、でもこれいただきましたね。ありがとうございます。相手の必殺が半端ないっすね。もうここでちょっともうお手上げですね。これ以上は進めないっすね。なるほど。まあでもそれがね3回しかできないっていうのも納得ですね。これは、あ、星2個になっちゃいましたね。無敗退、あ、負けでも経験値は入るんですね。霞の勲章は手に入ると。はい、第1章クリア、ありがとうございますと。まあまあ開けるだけここ開けましょう。あら、開けます。報酬獲得ですと。いやー、参りましたね。無敵の姉子、あ、でこの誰でしたっけ、これジェスカーではないですけどね。この子は毛利誠。わー、15万、あー、11万、あ、違う、数字ももう読めなくなってるっていう。10万5000、すごいです。あ、ジェスカーがボスなのかな、もしかすると。ここが合戦小田さえをこう、そうですね。あれ、服部かすみになってますね。これは運営さんの間違いですかね。この子はジェスカーではないはず。この毛利誠ですね。10万5000はね、あの、さすがにきついんで。あ、そっか、ここ星3つないから逃走ができないと。相当ですね。ここでじゃあ使いましょう。はい、ありがとうございますと。なるほどね、これがボス合戦ですか。あ、でこれで任務が達成できて、今日の任務が受け取ると。はい、で今日の任務が全部完了しまして、経験値とお金がもらえますと。という感じですね。はい、でまあ次回はね、
まあ今回ちょっと脇道にそれてしまったんですけれども、エドワーズの悪党をクリアしていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。デッシーでした。失礼いたします。